まあまあそういうのもありますしね、でそこでミューズはここでお話しするっていうのが本当に他ではある意味ないような、そのねエリも言ってましたけども、そのスクールアイドルとしてのところにこだわりたいという、ところがちょっと他と違って、逆にあこれでもう終わってしまうけども、逆にもう この自分の心の中で永遠なんだみたいな僕はちょっと思ったりなんかしつつ、それはでもやっぱそのまあね、キャラクターたちが考えたことですけども、やっぱりそのちょっと終わっちゃう、これ終わりにしちゃうのっていう部分もあったんですかね、やってて。いやでもあれはミューズ そのアニメーションの中の9人の女の子たちが言った言葉ではありますけど、やっぱこう立ち上げからずっとやってきたラブライブチーム、ミューズチームとしてのやっぱ意見っていうのでもあるんじゃないかなというふうに思ってまして、やっぱりこう表に出るのはキャストが多かったりとかもしましたけど、やっぱ作品作る上でたくさんの方が関わってますし、みんな絵を描く方もそうだし、音を取る方もそうだし、もう本当みんなラブライブが大好きで、なんかこういい作品に仕上げようとして、本当こう夜まで、まあ夜までっていうか朝までっていうか次の日の夜までみたいな、なんかずっと作業してくれていましたので、やっぱその今こうまあ、分かんないですけど、実際どうだったのか分からないですけど、なんか私が聞いていたのはやっぱラブライブがここまで大きくなって、まあ、ラブライブとかミューズがね大きくなって、でそれで、まあ、いつかこう、まあ、新しい作品もたくさん出てくるし、まあ、それは関係あるかどうか分かんないですけど、こういつかねこうミューズっていう存在が今こうやってみんな楽しんでくれてるけど、いつか飽きられてだんだんまた人がいなくなっていったらっていう風にはやっぱりしたくないっていう話をされて、やっぱり今こうやってみんなが大好きでいてくれるミューズの形のまま、そのままの形で撮っておきたいからこの状態でやめるんだっていう話を聞いて、もうそれは作ってる側もそうですし、やってる側もそうですねっていう話だったので、まあ、もちろんこの積み上げてきた6年みたいなのもありますから、まあ、寂しさだったりとかね、なんかいろんな感じはもちろんありますけど、でもやっぱりそうですね、いい状態のまま皆さんの記憶の中に残っていてくれた方が、やっぱり私たち制作に携わった人間も幸せですし、まあ、何よりそのミューズのアニメーションの中の9人がやっぱり幸せだろうなって思ったので、そうですね、みんな、まあ、反対もなくっていうか、そんな感じでした。もう最高の状態で、もうそこでっていう、そうですね、まあ、続けようと思えばね続けられる展開もたくさんあると思いますし、それこそ人気もね本当にすごいことになったので、いろんなことができたかもしれないですけど、やっぱりそれを続けていった先っていうことを考えてしまうと、やっぱり彼女たち9人が輝いた状態のままで記憶にね、まあ、閉じ込めるというか、記憶にこう焼き付けておいて欲しいなっていうのが、やっぱりそれがこの3年間、まあ、学生時代3年間、あと3年生にとってはまあ1年ちょっとぐらいの話でしたけど、まあ、その時間が有限である学生ならではのなんか輝きだったり美しさでもあるのかなっていうふうに私は受け止めてますけど ね、やっぱりラブライブとか、まあ、結構あれ大人の、ね、ファンもいると思いますけど、学生の中学生なり高校生なり、まあ、アイドルとか歌とかに関わらず音楽でも運動でも、ね、打ち込んでる人的にはやそこに共感というか、ね、あと憧れとかも感じたファンの方も多いと思うんで、ね、ありがたいですね。これはこんな話してミューズロスの方今泣いてないですか？もう一回やっと心の整理がつき始めたのに、なってないですか？大丈夫ですか？泣きたい人は泣いていいですよ。で、まあ、また今度ねラブライブサンシャインが新しいもう次世代にこう、ね、バトンタッチということで、ね、頑張ってほしいですね。何かしらね、関われる機会とかもあったら私は嬉しかったなと思ったんですけど、まあなんかね、なんかよくわかんないけどなんか、まあ私からは何も言えないんですけど、でもまあ応援してるし、やっぱりね、まあ私個人のね意見ですけど、今こうなんだろう、先輩にあたるミューズがドームでもライブやっちゃって、こんなにこう注目された状態で、そのアニメとか声優とかやったことないよみたいな子たちもいっぱいいると思うんですけど、その状態でいろんな活動が始まるっていうのはやっぱりすごい
緊張プレッシャーとか不安もあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、ある意味注目は最初からされてるけども、うん、逆にハードルも高いですよ ね、うん、そこを、まあ、またそれをさらに乗り越えていけたらまた、うんまあ、そのミューズではないですけども、うんこうまね、その魂が、ね、こう受け継がれて、うん、続いていったらあと若いしみんなそこは、ね、そこは大丈夫です、うん、若さで、いざとなったら17歳ってね言えばもうていや言わなくてもそんぐらい若いですもんね、いや本当に応援してあげてくださいね、はい、うん、まあね、ラブライブサンシャインの方にもね、もしかしたらその遠くの方を見たらエリがこうやって泳いでたりとかそういうシーンももしかしたら、ね、あるかもしれないしないのかもしれないけどないかもしれないですね、うん、まあそういう展開があったらいいなと思います、はい、うん、ラブライブもね、まあ、この今後もまたちょっと楽しみに、かつ今までのこともこう皆様大事な思い出というかですね、うん、心に留めていただいてずっと好きで、ね、いてもらったらいいですよね。そうですね、はい、まあ、そういうわけでラブライブの話だけ でもね、まあ、ずっとしたいのもあるんですけども本当に好きなんですね